2024年、3月6日、本日のメッセージ、佳子様宛て、3つ目ですけども、だから最終的に、赤坂御所や、皇居でかくまってもらうで、会って話するで、それで正解だったんですよ。以前は本当はその SD カードはそちらの方に、僕はその内容をこう聞いてますって、それで向こうもいいって言ってるって言って、それで僕は言ってるから。それで2019年に、追い返されて、その後の年も、昨年も追い返されてるから、もうこうなってきて話めちゃくちゃです、本当に。だからもう責任感云々の問題とかももう全部がそう崩れ、社会全体が。で、それでもまだ、ね、あの、気を持たせるような振りなのか違うのか、向こうから言ってきたからとか、そういうふうな対応をされるんだったら、相手苦しめて、それ楽しくなって喜んでる状態。それね、例えばテレビ番組の、何かおかしなこととかでね、笑ってしまうとき、芸人とかの人がしてること、そのときって、相手はひどい目に遭ってるときまで笑ってしまうでしょ。自分ごとじゃないっていう形でね。だから、それと同じで、どれだけ僕は苦しんでるのかっていうところを理解してたら絶対に電話かけたり家に来てくれます。普通の人であれば。普通っていうのは社会的地位のことじゃなくて精神的なものです。もうそんなにみんな投げ出すんだったらってやっぱり僕もそうなりますね。まあ、結婚希望相手は、佳子様、佳子様のことを好きだと私は申し上げています。結婚したい相手だと。で、それに対して、昨年のあの着物を着てる姿では佳子様は、佳子様も気のある素振りを、見せています。はっきりしたことは言ってないですよ。その結婚するとまでは淡い気ですけど、好きですかって聞いたら橋渡る前のところで好きって言ってる動画があります。でそれはあの各テレビ局等によって上げてる動画は違うんですよ。振り返って好き、はいって返事してる時の動画があるものとないものが、たくさんあるんですよ。一つだけだったと思いますよ、入って返事してる動画で。そこまで編集ってよく言われたらもうどうしようもないですね。で今電波で行くからっていう声は聞こえてるんですけども、佳子様のそれがいつなのか。さすがに今日の朝のあの5時台はあれは違うでしょう。僕が家出たのは6時台ですけども、朝ごはん食べてから なんか変でしょ。以前も皇居行った時まだ昼ごはん食べてない状態で15時ぐらいだったでしょう。それで歩いてとかいう声が聞こえてくる時点で変なんですよね。今日の朝ですよ。以上です。その死にかけてる時に会おうとするっていう、その死にそうな時ぐらいとか何か笑って言いました。みんなその言葉心当たりあるんですよ。で本当は政府の設定が電波でのその会う設定がね、そういうふうな設定してるのかもしれない。わからないですよ。わからないですけども、けど心当たりをたどっていくとそういうことになる。もうこの辺も痩せてるでしょ。まあこの辺の肉とか後で取り戻そうと思ったら取り戻せるので取り戻せますけども、まあ取り戻しますけども、他の誰かで、本当に悪いことしてる人間がほっぺたこう膨れ上がってますから、リスみたいに膨れ上がってる人間は。わからない。もうこの動画をいつ見て、今日すぐに見て、動いてくれるのか、いつ動いてくれるのか、これがわからない。もうだからこんなことだったら最初からあの人の家に行くべきだったって、その、他の人のケースを見たときにね、佳子様や眞子さんを、それだったらその人の家に行ってあげたらって言ってたでしょ、自分たちで。で、自分たちの番になったら行かないでしょ。だからこれが、
客観的な第三者の目からしたら簡単なことなのに、そんなに怖がることないやんって。別に彼がね、何か激しく叱責したりとかそういうわけでもない。小川夏実も変なんですよ。その家の中に帰ってきたいつ何かいたって、母親まで生きてた時なんですけども、それも変なんですけども、まあ一応電波による声でドアガチャって開けた時に、インターホン聞こえる前だったのかな、インターホンかな、インターホン鳴らす前で、それでガチャって出たら、なんか怖くなったのか、もうすぐにクルッて周り右して、もうすぐに帰っていったんですよ。本当に多分その電波で会う方法は、多分悪い、世界へのアクセスコードになってるんだと思いますよ。電波のコードっていうのが、この僕はね、家の中に待機していて、電波で聞こえてきて、それで外に出るっていう方法ね。だからそれで僕一回もうまいこと言ったことないから、結果で見たら、結果が出てるのにその方法にこだわってる人って、経営で言ったら経営手腕ないんです、本当に。それと同じですよ。失敗してるのにまだ同じ方法をずっと繰り返す人ってどうかしてる。それはずっと仕事が進まない、仕事に置き換えて例えるとね、結婚のこと。な、結婚と仕事は本当は別物ですけども、その辺のところが、仕事に置き換えた方が気張ってるかもしれないから、その方、そういう方向で言った方がいいのかもしれない。以上です。